皆さんこんにちは、るきです。アンジーです。今回はね、なんとアンジちゃんが今日初めての撮影ということでカバンの中身を紹介してもらいます。結構緊張します。緊張する？緊張します。最初だからね、いろいろとチェックしていきたいと思います。アンジちゃんとは他の撮影で何度か会ってるんですけども、このカバンの中身チェックでいろいろと知っていきたいと思うので、皆さんもついてきてね。じゃあね、早速カバンを出してもらいましょうか。私のカバンはこれです。これは何年か前におばあちゃんに買ってもらって、見た目が可愛かったので。ラブトキの？はい、ラブトキの。可愛いね。ここにラブトキのロゴが、いつもリュックが多いの？リュックが多かったり、ショルダーバッグとかもあるんですけど、この2期のひょうちゃんは、これはこの前の誕生日プレゼントです。友達に買います。いいね。じゃあ中身を紹介してもらいましょう。はい、1個目、まずはスマホです。スマホはね、入ってるよね。挟まってるカードは私が大好きな TWICE のナヨンちゃんのカードをここに挟みました。続いて、どう？帽子です。いつも入れてるの？今日傘を持ってないので、帽子でもう日焼け対策っていうことで。えらい。あ、似合うね。似合う似合う。そうですか。これアディダス。アディダスです。結構スポーティー系が好きなの？スポーティーとかカジュアルとかシンプルなものが好き。確かに似合いそうだね。次、これです。あ、大事。今の時期大事。財布です。スヌーピーだ。スヌーピーが私すごい大好きなので、お母さんに買ってもらいました。かわいい。2つ折りなので、こうやって。え、2つ折り欲しいんだよね、私。2つ折り、そうです。今メガネです。ゾフのです。え、似合う。めっちゃ似合う。いいね、メガネ似合う。いいね。これもそうなんですけど、やっぱ四角よりは丸っこい形がメガネで、私今使ってるメガネが小学5年生だからずっと使ってて、だからちょっとね、メガネがこうなってんのよ。そろそろ変えたいなと思ってて。続いて、充電器です。大事。続いて、ポーチです。お、え、かわいい。スイカ。スイカで、これはお菓子入れに使ってます。まずフィッツで、おー、懐かしい。前食べてたの。20のリナちゃんとまこちゃんが好きで、そのりなちゃんのパッケージのやつを買いました。私まやちゃん欲しい。あ、まやちゃん。そう、まやちゃんかわいい。すごいかわいい。ね、でもみんなかわいいよね。次はガムです。ずっと噛んでられるっていうぐらい好きなので、いつも持ち歩いてます。え、どっちもグレープ味だけど、やっぱグレープ好きなの？グレープ大好き。わかる。私ね、レモンも好き。あ、わかる。次は欲しいのよ。持ち上げてて、2個もしかも。何で2個持ってんの？いや、なんかもう本当に星夢が大好きで、何個も同じようなのを買っちゃうんですけど。え、これは意図して2つになったの、それとも買っちゃって2つになったの？買っちゃって2つになったの。なんか渋いの、2個も渋いの好きな人多いんですよね。ブーとか梅みたいな。次はこれもポーチで、これはニコラの付録のやつを使っています。除菌シートとか除菌ジェル。これ大事大事。友達に誕生日プレゼントでもらったものを使っています。かわいい。ショビド。ショビドというものを使っています。結構いい香りもするので。ベイビーソープの香り。え、香りもついてるんだ。香りがすごい甘い感じの匂い。で、これは目薬です。コンタクトしてるので、目が乾いた時とかに使ってて、これは最近お母さんが買ってきてくれました。これはメイクミーハッピーの香水です。え、私これさ、ずっと気になってるんだよね。そう、これも友達が誕生日プレゼントでくれたものを使ってます。どんな匂いか。あ、めっちゃいい匂い。甘いけど爽やか。爽やかみたいな。そうです、そうですね。いい香りなのでおすすめです。これはニコラのフロークを私も使ってます。使いやすいので、もうどこ行くときも持ち歩いたりしてます、で、これは鏡で、これも友達からもらったものを使ってます。スヌーピーが好きだから。スヌーピー好きで。いいね、はい、感じで。結構友達の、ね、プレゼント使ってるってね、結構好感度関谷ちゃん的に好感度がすごく上がってる。最後はワセリンです。あ、薬局でもらったものをこの100均のケースに積み替えて、口が乾燥した時とか、髪の毛の先にこうオイリーにしたりとか、いろんなもの使ってます。次は、お、化粧道具の
ポーチです。このポーチは雑誌の付録でお母さんからもらいました。中は日焼け止めを下地代わりに使ってて、この2つって分けるこだわりとかある？特にないんですけど、結構気分でこの日はこっちがいいとか、でも私の気に入りはこっちなので、もうなくなっちゃいそうなんですけど、こっちはミントグリーンで、こっちはローズで、グリーンで赤みとか消したりして、こっちは血色感とか出す、スキンアクアのトーンアップ UV エッセンスのね。これも化粧道具を入れています。お、これは一式入ってる？こっちのポーチにはこういう大きいものを入れて、こっちにはこまごましたちっちゃいものを入れています。中でもお気に入りなものとか？私がよくつけているアイシャドウで、マジョリカ、マジョルカさんのシャドウカスタマイズの BE330 っていうのを使っています。ベージュなんですけど、ピンクっぽい色がついてすごく可愛いので、めっちゃ可愛い、使ってます。これはキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーってものを使ってます。これもキャンメイクのリップを使ってます。2つとも結構赤い色なんですけど、微妙に色が違うのでおすすめです。こんな感じで、こっちの方がちょっと赤っぽい色で、こっちがちょっとだけピンクっぽい感じ。結構ピンク系のメイク好き？好きです。こんな感じで赤とピンクで分かれてます。これは気分で持ち歩いてる？それともなんか使い分けるポイントとかある？もうこれも気分、気分そうだよね。これは普通にリップクリームで唇が乾燥した時に使ってます。これも気分で、これも気分で。商品はニベアのディープモイスチャーというものを使ってます。こっちはロート製薬さんのウォーターリップというものを使ってます。気分で使う気分。これは、眉パウダー2つとも、アイブロウで、これも気分で使い分けてます。私もこのケート欲しいんだよね。そうなんです。そう、結構アイブロウね、これ人気でね。これはお母さんと共用で使ってます。のこんな感じです。結構使い込んでるね。はい、使い込んでる。最後はさっき見せた同じ種類のマジョリカ、マジョルカさんのシャドウカスタマイズの OR481 と、これオレンジ色で、これは赤っぽいオレンジっていう感じの色なので、結構発色がいいんだ。そうです、めっちゃ発色いいね。はい、すごいオレンジです。え、似合いそう、オレンジ。このバッグの中身は？おしゃれ。おこんな感じ。結構ね、なんかね、コスメとか女子力高いんじゃないかな。ちなみになんだけど、この中で一番お気に入りのアイテムとかある？一番お気に入りは、このポーチはすごく可愛くて、これも友達にもらって水色とか、こういう紫っぽい色とかはすごい好きなので、よく使ってます。ということで、いろいろ紹介していただいたんですけど、勝手なイメージでアンジちゃんすごい大人っぽいから、スイカのポーチだったりとか可愛らしい一面があって、ちょっと私ホッとしました。私も自分のものを紹介するってことあんまりない機会だったので、友達からもらったものっていうのはすごく自分で使ってるんだなって改めて感じました。この動画を見て私のことをもっと知ってくれたらいいなと思ってます。この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。